はい、それでは、Google ドライブの、インポートの方法をお教えいたします。Google ドライブ入っていただいて、こちらスプレッドシートを押していただきます。まずここに、スプレッドシートの名前を変更いたしますね。メッセージテンプレートなどとしてもらって、はい。で、その後、このファイルを選んでいただいて、インポートを押していただきまして、ダウンロードした Excel ファイル、こちらを選んでいただきます。はい。そうしましたら、この中面になりますので、スプレッドシートを置き換えるというところで、インポートボタンを押します。はい。これで完成です。これだけになりますね。ちゃんと確認していただきまして、完成になります。はい。これで、以上になります。ありがとうございました。